えー、表説論第2章の、まあ、最後の1つ手前でありますが、もう具体的なやつはこれで終わりであります。教育と表説。まあ、これまでは学問領域で表説を取り扱ってきましたが、この説ではですね教育における表説というのをやろうと思います。まあ、あのスタッフ事件ではでではすね、えー、博士論文という、まあ、教育ののの過程での表説の問題が あ出ましたねですから、教育もやっぱりこれはどうしてもやっとかなければいけないもんでありますが、えー、テレビでは教育の表説と論文の表説をほとんど同じく扱っておりまして、まあ、ひどいものはですね、テレビカメラに学生が出てきましてね、先生から必ず引用しろと言われたと、コヒピペはダメだと言われたと、だからスタップ論文のコヒピペはダメなんだと、こうきちゃったから、びっくりしちゃってですね、なんだと、まあ、いう感じだったんですが、まあ、これについて詳しくちょっと整理をしてみたいと、解析をしてみたいと、まあ、こういうふうに思いますね。 もちろん教育と研究は差があるわけですが、多くの人はですね、実は研究の方が教育より上位にあると思ってるんですよ。これ質が違うんであって、どっちが上とか下とかないんですけどね。だから、教育でコピペは注意されるんだから、研究でコピペを守らないでどうするんだっていうことを言う人がいるんですけどね。まあ、これは実にくだらないことなんですね。小学校の教育においては基本的にはコピペは許しません。これは 小学校っていうのは自分で字を書いたり、文章を書いたりする力を養う、つまり訓練ですね。だから、コピーを許さないんですね。例えば、お習字を学ぶときに、隣の子どもの作品をコピーして先生に出すと怒られちゃうわけですよ。これを怒るのは、先生が怒るのはですね、これは、あの、あなたなんで習いに来てるのと。あの、そんな子だったら、お母さん、習字の、お習字の代金出したってもったいないじゃないのと。そういうことなんですね。 だから、あのー、違うことを言ってるんですね。で、お習字で書いたものがいるんじゃないんですよ。お習字で書いたものがいるんじゃなくて、書くことが価値なんですね。だから、書いたものは丸つけたらもう破っちゃっていいんですね。ところが、例えば会社で考えますね。え昨年の入社式次第が、非常に綺麗な字で書いたんで、それは今年はコピーしようやということになったら、誰かがですね、いや、 あのコピペはいけないと言われておりますと、今年は今年で書かなきゃいけないじゃないですかと言ったら上司がね、あ君何を言ってんだと、ね、去年のやつをただ式次第書いて、名前だけ、あのあの日にちだけ昭和何年とか平成何年だけ直しときゃいいじゃないかと <laughs> 言って、少し頭で使えなんて怒られちゃうわけですね。つまり、教育でコピペが嫌われるのは訓練で、作品には意味がないんです。研究の方は訓練は関係なくて、作品に意味があるんですね。 事実私はですね、まあ、大学の先生ですから試験をしたらあ学生から膨大な回答を集めますねその回答の中には素晴らしい論述もあるんですよだけど採点して必要なとものだけ残してあと全部捨てちゃうんです悪いけどもったいないですけどね教育は学生が論説を書く時にもう終わりですからね書いたものの作品はどこにもとないんですよ私はまあ美術大学で20年ほど教鞭を取ったんですが ある時学生に課題を出しましたらね、素晴らしい美術作品が出てきたんですよ。何しろね、美術は学生だから下手であるとかないんですよね。モーツァルトは5歳とか7歳で、交響曲作曲して高く評価されてますから。だから僕はその100人を見てですね、これひょっとしたら高い値段がつく美術品じゃないかと思ってですね、まあ、僕の目にはそう見えたわけですよ。最優秀つけたわけですね。で、で大学に電話しましてね。 学生の出した課題の中で非常に素晴らしい作品が出てきたんですが、よろしいですかどうしましょうかって言ったらね、大学当局は、学生が出した課題ですでに提出されたものは、所有権が先生にありますって言うんですね。で先生が価値,と思価値があると思ったら、先生が取っといたらいいですって言われたんですね。確かにそうしてくれないと困っちゃうんですよ。っていうのはですね、あの学生の作品に先生がもうどんどん手を加えるんですよ、直したり。 こう削ったりすするんんですよあの美術作品なんかはそ、ね、したら、それ所有権が学生だったらね、先生手入れられませんから、だからまずは先生の所有権なんないとですね、まあ、ダメだと、まあ、そういうことは確かですね、ちょっと今、作品という字が間違ってましたから、ちょっと入れ替えますが、えー、すいませんでした。えー、と普段のまあ試験とかそういうんです、教育はそういうことですよね、作品に問題があるんじゃなくて、書いた、書く過程に問題があるわけですね、価値があるわけ だからもちろん卒業論文とか修士論文、博士論文ですね、これちょっとややこしいんですが、卒業論文とか博士論文が学生から提出されますとね、普通は主査の先生が見て、ですね、学生に修正をさせるんですよ、ここはこうした方がいいよ、あそこはあした方がいいよ。特に卒業論文なんかはね、人生にとって初めての学生は論文ですからね、文章はダメ、図表はダメ、論理構成はダメ、引用はむちゃくちゃ、謝辞は書いてないなんてことになりますから、猛烈に指導しなきゃいけないんですよ。 そしたらね学生がもしね、いや指導あの、先生そんなこと言いますが、私は修正しませんって言ったらどうするんですかね。論文が通らずに卒業できませんよ、もちろん。そうすると就職が決まっている場合は、学生は論文が通らないから就職できないで、学士がなければ退学ですよ。だから、先生の修正の要求を飲まなきゃいけないんです。これはまあ学校全部そうですよね。 レポートでも書き直しと言われて先生、製図でも書き直しと言われて、書き直して、字でも漢字でも間違った漢字書いたら直せと言われて、正しい漢字書いたら通過するわけですよ。ということはどういうことかっていうと、普通の卒業論文もですね、試験の結果も全部先生が所有権を持ってるんです。で学生の名前、そこに書いてありますけどね、それは単に最初にこの論文はこの学生が書いたというぐらいの意味しかないんですよ。で、よくね、これ、司的な議論ってね、 ある研究をね、先生が論文出すとね、学生がしたんだから、その先生が研究企画を取るのずるいっていう人がいるんですけど、それはそうじゃないんですよね。学問は作業じゃありませんから。ね、だから作業した人、つまり学生がその価値を持ってるんじゃなくて、その作業をさせた人、先生が価値があるんですね。例えば最近では自動機器がありますよ。もうね、実験結構自動化されてましてね、資料をポンと入れたら全部結果出てくるんですよ。そしたらね、実験器具に 卒業免除を与えるなんて変なことになりますからね、そうじゃないわけですね。博士論文の場合はやや趣が違いますけど、基本的には同じなんです。不十分な博士論文が提出されますと、主査が主,主で指導して修正します。で全ての場合、ですね、学生が修正に応じなければまず合格しません。で私が、ね、ドクター論文出すとき、難しい問題が起きたんですよ。それはですね、主査の先生は OK だったんです。 福佐の先生が4人おられる。その1人がですね、1人だけが論文の書き直しを求めたわけです。で私がですね、いや、これは研究の中心だから、先生修正することはできませんって言ったんです。したらですね、福佐の先生がそれじゃ倒通さんって言ったんですね。それで、すったもんして、主佐の先生がやっと福佐の先生と話をつけてくれました。私は文章を修正しましたが、概念や理論式は修正しませんでした。まあ、それで妥協したわけですね。つまり、 こう考えられるという文章をこうとも考えられるというような修正をしたわけですね。ですからまあ福澤先生は非常にあの不本意でしたけどもそれで飲んでいただきまして私のドクター論文が通りました。難しいですね。卒業論文や博士論文については修正をせずに提出されたものが合格なら合格不合格なら不合格とする必要があるんですけどそうしますとね現実的に 学生が卒業できなくなっちゃうんです。ほとんど9割の学生は卒業できません。修正されしなかったら。ということは、結局、まあ、論文の所有権、著作権はですね、まあ、審査側にあるということなんですね。で、こういうことがあります。それから、標説という意味では全く違うことですねで。例えばですね、私は理科系の工学部ですからね、例えばこういうレポートを出させることあるんですよ。できるだけ多くの資料をネットで探して、 レポートを提出しろと、まあ、情報の出典はあれば書いてもいいけども、まあ、出せと、こういうわけですね。これはどっちかと言いますと、一般社会に技術者が出ますとね、会社がすぐ調べろって言われるんですよ。そうしたときに調べる訓練をしとかなきゃいけないんで、調べるわけですね。そういう課題を出すんですよ。と先生はねコピ表を奨励してるわけです。特に図表ですね。例えば、最近のハイブリッドカーのメカニズムの進化というレポートを出させると。 そうするとトヨタ自動車とかホンダのですね、ハイブリッドカーのメカニズムを自分で書き直してたら1、一年かかっちゃうんですよ。薄く複雑ですからね。だから全部コピペですよで。そのコピペをね、全部しちゃいけないっ言うとね、もうレポート書けないって。だから図表の著作権あるんですけど、それ切り張りしなきゃレポートできません。これはね、法律的にはいいんです。教育課程においては、これ全部許されてる。当たり前ですけどね。それが教育できないから。だけども、社内で今後使うときにね、このコピペ だからしないでエンジニアの仕事をするってことできないんですよ。だからこの時はコピペぺ奨励ですよね、私は。それはね、文章を書かせるときはコピペぺだめだっていうんですよ、文章力を鍛えるんですから、素早くまとめるときはコピペしろというわけです、だからコピペがいいか悪いかは先生が決めることであって、教育中は全部コピペはだめですなんて、そんなこと全然ないんでですよ多分これ文化系でもないですよ。 例えば、ギリシャ哲学を整理しろっつ言ったら、ですねギリシャ哲学をどんどんコピペして、トルストイはこう言ってるの、プラトンはこう言ってるのってコピペしないとね、全部自分の手で書いてたりしちゃたら大変ですからね。だから、それはコピペじゃないんですよ。今度のスタッフ論もそうですね、著作権がないアメリカの国立機関の NIH の文章で、そこにはコピペしていいって書いてある。それをコピペしたら、コピペは何かって言ったら、これはもう意地悪ね、意地悪だけなんですよ。 つまり著作権がいらないってことは自由に使ってくださいっていことですからね、駅に行って、自由に持,ち持って行ってくださいっていう旅行のパンフレットを取って、10歩ぐらい行ったら、後ろから、お前、盗人っだって言われるもんですからねいや、そこにいいって書いてあるじゃないですか、いや、だめだと、こうなるわけですからね。だから、まあ、私がテレビで言いましたけど、著言なんていう最初の文章ですね、想像性がないわけですから、それから図表ですね、これ私迷うんですよ、学生にやらせるときに。一応、学生にはこう言うんですよね。 ののところの文章はねああ図表は本当は切り張りでいいんだけど、まあ、なんだかよく考えない先生がいんなこと言われるかもしれないから一応自分で書き換えといたらって言うんですよ。これ無駄な作業なんですね。だから不正を先生が教えるんですよ。先生がむしろ不正を教えるわけですね。まあここで言いたいのは教育というのは先生が必要性に応じて学生に頼むあの言ってやらせるんであってコピペをさせるときと禁止するときとあると。 生徒や学生はそれに従うんであって、作品は意味がありませんから、あ後になって博士論文を読んで、ここでコピーがあったったら、先生が出てって、これコピペしろと言いましたと言うべきなんですよ。もう貯源なんか書いてる暇があったら、実験出たらちゃんと解析しろと、コピペはもうそこら辺のやつ持ってこいと、特に NIH みたいなアメリカの機関のやつは著作権ないから、それ使ったらどうだって言ったかもしれないんですからね。だから、そんなことも調べもしないで、ですね言うつのは良くないわけですね。まあ、言えば 博士論文も含めて、教育中の作品の所有権は先生になります。名前も先生です。だから、おぼかたさんの論文というのはないんですよ。おぼかたさんが最初に書いて先生に提出したという原稿があるだけであって、博、う、士、ん、論文を通過したものはもう先生の名前なんですね、言えば。そうしなきゃ修正できませんから、失礼で、他人のものを。提出したときに不十分だったり、 合格作品、まあ論文ですね、が不適切だと言って、もちろん取り消すことはできません。もしもですよ、博士論文が不適切だった場合で、社会的制裁が必要なら、先生が退職すべきです。当たり前ですよ。私だってそうですよ。私が今まで学生に採点したものの責任を問われたら、学生を罰することはしません。私が間違えましたと。私を罰してくださいと。こう言います。これが先生の最も重要な倫理ですね。